分かんなんとも言えないですね。はい、私は買ってないですけども。はい、さあ続いて京都記念いっちゃいましょうか、はい、京都記念の富ちゃいはこちらです、はい、100% JRA の重賞で2着以内4歳馬と前走 G1 組大穴は逃げ先行馬です、はい、教えてください、はい、まず 100% JRA の重賞で2着以内ですけど過去10年の京都記念の勝ち馬チェックしてみましょう。前走が JRA の重賞で2着までに好走したことがある、まあ、実績のある馬でした。2着も9回3着も10回なので勝ち馬はもちろんのこと、馬券圏内に入る馬もほぼ絶対条件に近いのではないですか。なるほど、クリアしているのはバビット、プラダリア、ベラジオオペラ、ラベル、ナイママ、ラウジュエバイユ、マテンローレオ、アフリカンゴールドとハット、まだ結構残りますね、はい、そうなんです、はい、この残った8頭から絞っていくのが4歳馬と前走 G1 組です。4歳馬は過去10年で4勝2着6回3着3回と最も馬券に絡んでいて連帯率は 32.3%、 馬券圏内率は 41.9% と優秀です。まあ、去年は4歳馬が上位を独占していました。4歳馬迷ったらまあ残しましょう、まあ、8頭の中だとベラジオオペララベルの2頭と、うん、ベラジオオペラはダービー4着ラベルはオークス4着とクラシック好走馬ですから、うん、まあこれベラジオオペラはしょうがないかな。とりあえずラベルはねちょっとよくわかんないですけどよくわかんないさあ同様に前走 G1 組は過去10年で5勝2着5回3着7回と好走目立っています。こちらもまあ残しておきたいかなというところですね。プラダリアとルージュエバイユということでまあここはやっぱり硬いかな、はい、富田ちゃん、うんねはい、そして大穴ならば逃げ馬に注目ですけど京都記念は逃げた馬先行した馬が過去10年で9勝一昨年12番人気で勝ったアフリカンゴールドは逃げ他にも6番人気で勝ったダンビューライトはじめ里のクラウン、デスペラードは今逃げるか 2,3 番手の先行馬でしたね、はい、京都記念で穴を狙うならば逃げ先行馬逃げそうなバビットかアフリカンゴールドには注目したいです、はい、まあ、私2年前にねアフリカンゴールドを本命で見事に取ったんですけどまあ2年前ですからねはい、ここはさすがに厳しい気がするな、まあ、分かんないですけどね、はいはい、ということで、うん、信じるか信じないかはあなた次第です。ハッピーバレンタイン、細かいことは気にせずにしてください。はい、はい、ちょうどぴったり。